But you can't find a fall.
Thank you.
2年ぶりです。大阪のステージありがとうございます。イエーイ。今回は東京、大阪、福岡と、公演来日になりましてツアーになりましてすごく喜んでおります。東京では、中西俊弘さんというバイオリンと一緒にやって、もう最高に盛り上がりました。あれはあれでこれをこれでメンバー紹介します。こう言って、若い子となんて言うんだっけ。若い子となんて言うんだっけ。もうその無理しなくて全然なんで日本あるやん、日本語とかで若い若干若干18歳え、こう言ってんって言ってからえ、こう言ってんって言ってませんでした。いや、翼くんの話当時19歳当時ね、で今23歳うわー年取ったね翼くんです。翼です。ギター、テレくん。コイケンってどういう意味なの。あれ 赤いってん赤が言ってんな。もうサラって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 サ大阪で調整しているスピルさんです。今日考えてます。おととい僕のヘイハッピーバースデー誕生日でやってます。完璧で完璧になりました。完璧で、昨日は今までずっとスポックスビアードの曲やってるんですけれども、スポックス知らない方はスポックスビアードっていう曲を、バンドをやっていて24年やっていて、13枚目のアルバムが昨日発売されたという。昨日発売、世界に始まったで、他の国がえらい遅れててなんかデザインとか CD とかなんか遅れてて1週間待ちとか、日本はちゃんと出てる。この日本版には7曲ボーナスが入ってる。日本版だけはいろんな国からボーナスを買いに行ってこれがあります。もうすぐもうないのかなということで、あと他に全アルバム持ってきたんで、よかったらお土産に買ってください。では、2枚目のアルバムから Walking on the Wind。
じゃあ完璧のりょうちゃんと完璧のけいこちゃん、けいこちゃん完璧ではないかな。どこから演歌を一曲、演歌をね、ね、どれだっけ、どのアルバムに入ってんだっけ。あそこ見て。バラードで、ものすごい歌で、Distance to the Sun、太陽に向かって走れ。違うな。太陽までの距離だね。
Thank you.
ます。うちのどうだもすこれ弱くないか全員に入る。Electrifying. I'm just moving. Old school is moving. Make it jump. Move myself. I got that moolah. One move and I'm pulling. The hits too old. I'm like, I'm so dead. No, I feel so damn good.
Thank you.
ろうな。でも俺には勝てないよ、俺は完璧だもん。いいぞ。完璧じゃない。これ終わり。そういうことで、その新しいの CG って言ったら、新しいスポークスピアの CG のそれだったんですよ。中から一曲お送りします。僕が書いてくれた Beginnings という曲なんですけれども、5年かかりました。一曲で、いろんなレジューしてみんな出すことがあって形になった曲で、Beginnings です。待ちますよ。皆さん楽しんでますか？昨日発売だもんね。昨日発売で、おととい誕生日で聞かれたと思いますけども。そしてところで明日バーベキューやるんだけど、みんなで。バーベキュー。おいおいでーみんなおやるからね。ねえ。その場合なんか差し入れ持ってかないでこれ。肉持ってこないでいいね。持ってくれ。ジンとボッカとワインと持ってこないでって話でしょ。さあ楽しく言いましょう。ニューアルバムから Beginnings 最後の曲です。最後の曲です。
とうございました。今でも話題になってるんですけれども、前回のアンコール曲で一番スポックスピアでは全員いろいろバンドチェンジがあって、メンバーチェンジがあったんですけど、ベスト版を作るっていうので全員昔のメンバーも今のメンバーも集まってレコーディングした曲があって、それをやったんですよね、うん、前回ね、ね、まゆちゃんね25分だって、それアルバム1枚分じゃない、そのレコードの片面で、で今回もそれに負けず、負けず劣らず、もうスポックスピアーズの始まった1枚目のアルバムの1曲目をお送りします。
どうもありがとうございました。